どうも、かげやんです。今日はですね、えー、お客様に教えていただいたことをやるということについてお話ししたいと思います。えー、僕はですね、あのお客さんと仕事がですね、お客さんと一対一でこう、 えー、対面するというかそれで接客するというかね、まあ、施術をするんですけども、えー、そういう仕事をさせていただいてですね、えー、その中でねその会話の中で、えー、お客さんにこう教えていただいたことがこうたくさんもう今までこうずっとあるんですけども、えー、そのことをね、えー、そのままねこう実行するというか行動に起こすというかそういうことをするっていうのにちょっとはまってるというかそれがすごくね 面白いことにこうつがってるというふうにえ最近ちょっと感じるんですね。最近特によく感じますね。ほんでまあそれなんとなくそうやなと思い始めてたんがそのウイスキーに詳しいお客さんがいてですね。ほんで、えー、そうなんですか。その時僕全然ウイスキーなんか興味ないというかほとんど飲んでなかったんですけども、そのハイボールの美味しい作り方っちゅうのを教えていただいてですね。で、まあ、お客様があの結構その 結構よく来ていただいたただお客さんなんなであの、まあ、ハイボールか一回ほなやってみようかと思ってその、えー、教えていただいたウイスキーを買ってですねスコッチですねを買ってほんでその人の言われた通りの作り方で作ってほんで飲んだらむちゃくちゃうまいとほんでそのハイボールがむちゃくちゃうまいほんでそっからですねそのハイボールにはまって。 で,す、ね、でそのハイボールにはまって「よかったです」わ、ありがとうございます」という話をしててそのお客さんが、えー、来た時にまた教えてもらって次ちょっとストレート。 ウイスキーのストレートやったら何飲むんがいいんですかとかいうことであその前にですねお客さんがねありがたいことにそのジョニーウォーカー黒ですねジョニーグローをね持ってきてくれたんですよねほんで僕にプレゼントしてくれはったんですよほんでジョニーグローはどうやって飲んだらいいんですかとやっぱストレートがいいんちゃいますかというふうに、えー、言っていただいたんですねえー、とハイボールはその教えていただいたデュアーズホワイトラベルっていう、えー、スコッチで作ってほんで、えー、ストレートをそのジョニーグロー そのプレゼントしていただいたジョニーグローを飲んだんですよね干したらまたむっちゃうまいんですよねそのストレートがほんでストレートがうまくてジョニーグローもうまかったですわーっていう話でジョニーグロー買おうと思ってたんですけどもまあまあ、あのー、何がいいかってお聞きしたらそのーグ,レングレン・リベットという。 えー、それレたグレン・リベットというお酒ちょっとね、えー、そんなむちゃくちゃ安いわけじゃないですね3500円ぐらいするんですけども、えー、ちょっとどうやっていうそれ1回試してみはったらどうですかって言っていただいたんで、えー、ちょっとね、えー、売り上げがまあまあ余裕ができた時に買ったんです買ったらまだうまいんですそれがうまいとでうまいほんでうまいですわほんで次ねだからそのウイスキーの えーまあ、ハイボーールととストレートレあでロックやったらどうしたらいいですかロックやったらどんなお酒がいいですかって聞いたんですよウイスキーでね。そしたらそのオールドえー、ん何言ったかグランダッドオールドグランダッド114っていうのがある。それでアルコール度数が57度とちょっと高いんですけども、えー、それを、えー、買いに行ってリ,リカマンで買ったらですね その置いててなくでそれを飲んでこれがねまたねあのザ・ウイスキーっていう感じの味かなと僕は思ってるんですけどもでそれもねその57度なんで氷が結構しっかりと溶,溶けるというかそれなりに溶けてその混ざったところへ飲むというところでいいんじゃないかなと。 で、えー、お酒はお酒だけで楽しむよりおつまみも楽しみますよね。でおつまみも楽しむんで、えー、おつまみどんなんがいいですかねいう話をしてたらど,どうこうどうこうとかいろいろ言わはった中にクリームチーズに塩昆布をのせてそれで食べたらこれうまいんちゃいます?」僕やってますよって言ってはったんでやったんです。こここれれままままたうまいこれうまいいいいそんんんんななな金かかでですよこんなもうほんまに300円300円ぐらののもんであの できますしでそれをやらせていただいて、えー、まあおいしいとで次はねあのー、お客さんにお聞きしたいのが水割りですねちょっとねウイスキーの水割りってどうかなと思ってそんなに僕の頭のなかなかったんですけど、えー、ウイスキーのことのウイスキーの専門家のラジオを聞いててほんでか水割りっていうのが結構そのあのほんとのそのウイスキーの美味しさも出る その適当に作ったらダメなんですけど作り方がしっかりあってでそれもちょっとね、えー、そのお客さんにお聞きしたいなと次来ていただいたら、えー、お聞きしたいのはそこですねほんで、えー、まだ違うお客さんでですねであそのウイスキーのお客さんにほんで 牧場に行った話をされた滋賀県のねでそこのソフトクリームを食いに行ってうまかったでも早速行ったんです竜王のとこにあるコカブ牧場って言うんですけどもそのコカブ牧場で行ったらそこはのソフトクリームもうまかったし牛乳も買ってね牛乳も美味しくてっていうことでそういうことでまた休日に動いたりしたらそれが面白かった 面白いというかまた司令という滋賀県にもこんなとこあるんやなとで違うお客さんにですねその料理のプロの人が言い張ってですねその料理のプロの方にね、えー、ソフトクリームこういうの美味しくてそういうあのー、こと喋ってたらえっ、ー、ともくもくファームいいでとソフトクリーム美味しいでってそこの豚も美味いしとか言って,言ったって豚肉もね美味しいんでって言ったはってほんで、えー、早速言ったんですね干したらですねソフトクリームむちゃくちゃ美味いと ななかなかの美味しさでね、これで350円ということでこれはいった価値があるなと。でその料理のプロの方にねおつまみって何かいいのありませんかってお聞きしたんですね。そしたらですねあのー、あれです、あのー、その方はワイン飲まれるんです僕はあんまりワイン飲まないんですけどワインに、えー、モッツァレラチーズですねあれを食べるって言て。 で僕はウイスキー好きやって言ってたらウイスキーやとちょっと濃いんでモッツァレラチーズとちょっと味が薄いかもしれへんからオリーブオイルに塩を、えー、入れたやつをつけて食べたらどうやって言わはってほんでですねあのー、モッツァレラチーズそんな高い高いやつもあるんですけどそこまで高くないやつかなほんでその人が草津近鉄行ったらいいって言わはったんで草津近鉄に買いに行ってですねでモッツァレラチーズそれがな 何本ぐらいだから400円ぐらいかな400円しないぐらいのやつを買ってですねほんでモッツァレラチーズというのはその新鮮なんでその水の中に入ってるんですね水袋があってほんで水の中にチーズがあるとそれで保存されている状態なんですで開けたらもう全部食べようと思って全部切ってで、えー、家族にもあげて家族もうまい言ってたんですけどそれにその、えー、とオリーブオイルに塩っていうのをやってなかったんですけどちょっと味がまあそれだけでもうまいんですけども塩かけてみたんですね。 ののむちゃくちゃうまいとむちゃくちゃうまいということでですねあやっぱりそういう何て言うんですかねお客さんが言ってくれたことをそのままやるとものすごくね あのー、それが面白くこう楽しく楽しくっていうか,なんかそのそれ自分にとってこういい面白いこと楽しいことにつながっていくというかねほんで一回、あのー、眼科の、ね、看護師さんがこう来ていただいたんですね2回ぐらい来ていただいたからそのお客さんにその目薬でいいものってどんなんですかって市販で売ってるやつ言ったらえっ、ー、とね「人見ストレッチ」ですね、えー、な名前何やったかな。えー、その その,人のその眼科の看護師さんが勧める目薬やから買ってみようと思ってちょっとそんなに安いわけでもないんですけど買ってみたらやっぱりよかったですねその,その目薬はもうそれ以来その目薬しか買わない、えー、瞳ストレッチんとかん、えー、とかんとかひ瞳ストレッチごめんなさいちょっと忘れましたけど。ということでですねそうやってお客さんに教えていただいたことをそのままやるとですね、えー、それがこうどういうんですかその。 自分にとってこうよりいい状態になるっていうことがこう最近分かってきたんですね分かってきたというかなんか結局お勧めしてくれたあるやつっていうのは結構しっかりしたものをお勧めしてくれたはるんですごいそのいいものをこう言ってくれてはるというかまあそこまでね考えて言ってくれたはるかわかんないですけどどっちにしろその僕にとってありがたいことで。 ほな次の会話にもなりますしねそ,のそれもありんですけど自分にとってもそのプラスになることばっかりでですねそういうことですね。でお客さんの中でその70歳でむちゃくちゃ元気な人いるんですね。で体年齢というかそういう年齢が4何歳っていう人がやるんですけどで秘訣は何ですかって、ねえー、教養と教育が大事や言ったら。 えどういういことですか言ったら今日「今日用事がある今日行くところがある」っていうのをこう作っていくのが、えー、年配になってもえ大切なん,じゃな,なんだよということをこう言っていただいてそういう人生の先輩からのそういう教えもこう教えていただいたりとかですねすごくねこう今はこう面白く。 こう仕事をさせていただいているという状況で、えー、お客さんに感謝したいと思いますということで、えー、お客さんの、えー、言われたことえー、教えていただいたことをやるということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでていきましょうどうもありがとうございます